We're back on Sword Art Online, Alicization Lake Chris, and okay, it's supposed to be. Yeah, I got it recorded last night because I just recovered from flu. Well, hell yeah, I was just recovering from flu actually. To be honest, I wanted to do it because I completely tired that time. And you may admire Rain is so pretty. I know your boy, most of your viewers are boys. Yeah, you mean he say, "Oh, Rain is so pretty. I wish she was my best waifu." Yeah, she was your favorite girl. Wait, some of the people who love Rain from the different Sword Art Online game, even the previous one, like Axel vs Sword Art Online, the Lost Song era, and also the next game that came out soon, the Last Recollection. Okay, I said it. There's quite a lot. So we gotta do the next mission, which is I forgot to finish one. So I know the people that they can. Wait, what's the next mission we forgot to do? Yeah, there's a bunch of them actually. Yeah, because of most the DLC, they level up the character. Oh yeah, the one thing is the Lost Maiden. I set on already. Yeah, so let's get on anyway. So thank you so thank people are gonna worry me. Are you okay while recording? I'm okay, baby. I recovered so fast actually. よーレイン、任務か？うん、さっきベルクーリさんからね、コールディア採掘場に行ってほしいって。コールディア採掘場、北帝国か。竜みたいな魔獣が目撃されたんだって。だからさ、協力してくれないかな。竜か、なかなか強敵だな。あ、一緒に行こう。キリト君ならそう言ってくれると思ったよ。あ、それとね、前に見つけた剣なんだけど、ベルクーリさんが気になってるみたいで、もしまた見つけたら報告してほしいって。わかった。それじゃあ準備ができたら出発しよう。例の採掘場か。誰かいるのかもしれない。急がん。キリト君、誰かいる。レイ、助けるぞ。
そこの岩陰に隠れていろ。わかりました。
いいぞ。やったね、キルト君。二人でもなんとかなったな。さて、もう出てきて大丈夫だ。奴は倒したぞ。君は…怪我はないか？はい、助けていただきありがとうございます。よかった。お名前は？ブレミアです。ブレミアちゃんか。私はレイン。俺はキリトだ。ブレミア、どうしてこんなところに？目が覚めたら森の中で寝ていました。しばらく迷ってここに来たら、さっきの竜に襲われました。なるほど。どこか行く当てはあるのか？いいえ、そもそもここがどこかさえわかりません。これからどうすればいいのかも。あ、そうだ。プレミア、どこか行きたい場所はあるか？うんうん、任務の魔獣も倒せたし、行きたいところはない？はい。どこか安全な場所はありませんか？安全な場所か。ああ、よし。とりあえず対策本部で保護してもらおう。そうだね。対策本部なら安全だね。それでは、私をその場所まで連れて行ってください。ああ、ちゃんと案内するよ。うん、行こうか。ああ、その前に剣。今回はないのかな？そうだな。宝箱は…あれですか？プレミアちゃん、お手柄だよ。
例の剣が入ってるかもしれないな。レイン、開けてみよう。プレミア、何が起きるかわからないから離れないようにな。はい、わかりました。じゃあ開けるよ。それ。剣が入っています。形は少し違うけど、やっぱり前のと関係がありそうだね。ああ、対策本部に持っていこう。その後、対策本部に戻った俺たちはベルクーリさんに魔獣討伐とプレミアについて報告した。勧誘ではなく保護という形で連れてきたと伝えると、俺が面倒を見るという条件で認めてくれた。剣についてはカーディナルとセブンが調べているらしい。あの二人なら何か手がかりを見つけてくれそうだな。報告を終えた後、プレミアが俺を訪ねてきた。キリトにお願いがあります。どうしたんだ、改まって。私に戦闘を教えてください。え、戦闘？キリトと出会った時、キリトは戦っていたのに私は隠れているだけでした。そのことで？別に気にしなくていいよ。でもせめて自分の身は自分で守りたいです。オリジンの時と同じだな。あの時もプレミアは自分から戦闘を教えてほしいと言い出した。しかし戦闘か。プレミア、俺の指導は厳しいけど大丈夫か？はい、大丈夫です。よし、早速行こう。それじゃあもう一度落ち着いて。そう、そんな感じで構えてくれ。自分以外の力を感じたら、あとは流れに任せ剣を突く。力を感じたら突く。あ、やった、うまくいったじゃないか。これが非奥義。プレミアのデータだからなのか、アンダーワールドでの戦い方に短時間で慣れたな。もう少しかかると思っていたけど、これなら大丈夫そうだ。こうしてこう。うわっ、危ないって。でもコツはつかめました。俺相手に？まあいいや、その調子だよ。今の感じを覚えておいてくれ。じゃあ仕上げにそこら辺の魔獣と戦ってみようか。とその前に、レイン、いるんだろ？あ、バレちゃったか。見つからない自信あったのにな。プレミアちゃんに戦い方を教えてるんだよね。私も手伝うよ。そうだな、プレミアの初戦闘だ。サポートを頼む。プレミア、それでいいか？わかりました、戦います。よし、こいつを相手にしてみよう。落ち着いて、さっきの練習通りに戦ってみるんだ。
ルメント。ジェネレートキラDischarge!
ジェネレートクライオセミックエレメント、ディスチャージ、ジェネレートアクエアスエレメント、ジェネレートアクエアスエレメント、ディスチャージ、ジェネレートクライオセミックエレメント、ディスチャージ、頑張ったな、プレミア。とても疲れました。一斉に襲ってきたからちょっと厳しかったね。キリト、どうでしたか？ああ、よく戦えていたよ。よかったね、プレミアちゃん。いい感じです。え？何でもありません。さあ、帰りましょう。何だったんだろう。さあ、グッジョブと言いたかったのか、あの時みたいに。その後プレミアはアスナたちや聖豪騎士からの指南を受け、見習いと認められるぐらいに成長した。なぜかキリトを同伴させるという条件で任務への参加も認められた。
キリト、ちょっといいか。ベルクーリさん、何かあったのか。東帝国に強い魔獣が出たから協力要請が来ているんだ。兵士たちだけじゃ対応しきれないみたいでな。お前さん、行ってきてくれないか。魔獣が？あ、もちろん行くよ。助かる。あ、それとその魔獣を追うように女冒険者が目撃されてるんだと。一人で行動しているみたいで、できるならその冒険者を勧誘してほしい。魔獣に女冒険者。わかった。一人で魔獣に立ち向かってるならかなりの実力者だしな。それでどのあたりにいるんだ。ありがとうよ。マウニドの帯同が今のところ一番目撃されてるらしいぜ。わかった、行ってみるよ。そういえば例の件って何か分かったりしたのか。ああ、カーディナル殿とセブンの嬢ちゃんたちが調べてくれてな。あと3本あるかもしれんとさ。もしかしたら今回も見つかるかもな。見つけたら回収しておいてくれ。了解。それじゃあそろそろ行くよ。キリト、ごきげんよう。任務ですか。よう、プレミア。その通りだよ。これから任務だ。東帝国の魔獣の討伐と冒険者の勧誘を頼まれたんだ。ただ場所が少し危険なところだから、できれば誰かと組んでいきたいんだが。プレミア、誰か手が空いてそうなやつがいるか知らないか。私が行きます。え、皆さん別の任務があるそうです。キリトみたいに準備をしていました。ああ、そうなのか。この間一緒に行った時に戦えました。皆さんからも大丈夫だと。確かにプレミアは強くなってきてるけど、今度の任務は危険だ。危険なのは分かっています。誰かがいないとキリトは一人で突撃するので、監視してとストレアから頼まれました。そういうことか。分かったよ。危なくなったらプレミアを抱えて逃げるからな。はい、では行きましょう。この辺りで目撃されたらしいけど。キリト、魔獣が見えません。うん、そうだな。キリトの言っていた冒険者が倒したのでしょうか。なんとも言えないな。プレミア、警戒は解くなよ。わかりました。誰かいます。一人だけ、例の冒険者かな。プレミア、なるべく慎重に行こう。この辺りの魔獣を倒したのは君か。そう。どうしてここにいるんだ。じゃあ質問を変えよう。君は誰なんだ。ティア、まさかティアなのか。
何だ。なぜ私を知っている。お前は一体誰だ。キリト、何か来ます。魔獣？ベルクーリさんが言っていた個体か。こいつ。おい、ティア。何のつもりだ。君と話をしたいんだけど、それにはこいつが邪魔だろ。二人とも戦う準備はいいか。はい、いつでも行けます。分かった。Thank you.
やったね。
倒したぞ。倒した。いや、それより大丈夫か？苦しんでいましたが平気ですか？ティア、大丈夫か？おい、キリト、寝ています。え？びっくりした。あ、そうだ、プレミア、宝箱はあるか？ありました、あそこです。また剣が入っているのでしょうか？ベルクーリさんはあと3本は見つかるかもって言ってたし、可能性は高い。プレミア、俺が開けてくるからティアを頼む。わかりました、任せてください。やっぱり。キリト、どうでしたか？なあ、例の剣だと思う。戦いにくそうです。これも飾りなんだろうな。さて、ティアも起きないし、いつまでもここにいちゃ危ないから。はい、場所を移動しましょう。ここは？目が覚めたか。驚いたよ、急に倒れるからさ。ずっと寝てなかった。枕もないから。え、そうなんだ。さっきはありがとう。あいつには何度も襲われていた。そうだったのか。ここから離れようとは思わなかったのか？これからどうするつもりなんだ？ここにいてもまたさっきの魔獣みたいなのに襲われるぞ。頼みがある。なんだ？お前の帰る場所に一緒に行ってもいいだろうか？私は強いぞ、力になれると思う。いいよ、ティアが来たいって言うなら。あ、俺もティアが来てくれたら心強い。俺たちと一緒に戦おう。あ、そういえばまだ自己紹介をしていなかったな。俺はキリト、君の隣で寝ているのがプレミアだ。キリト、プレミア。どうかしたのか？いや、変な感じがしただけだ。あ、そっか。これからよろしく。なあ、よろしくな。次の日、魔獣の討伐とティアが例の女冒険者であること、対策本部への参加を志願していることを伝えた。俺の紹介と一人で魔獣に立ち向かっていた実績もあって、参加は正式に認められた。剣については新しい情報を見つけられそうとのことだった。ベルクーリさんからは引き続き回収を頼まれた。あと2本か。一体何なんだ？
So basically, we got two characters. We got Premier from the Hollow Realization, and actually, I think if I remember wrong, and Tia. If you remember which so I wanna get him, let me know. Okay, let me know if. Is she from different Sword Art Online game? Let me know in the comment section, okay? Or maybe I gotta search it on a Google later. So thank you so much for watching this video. If you wanna see more Sword Art Online Illustration Licorice, be sure to smash a like, subscribe if you're new, follow me on my social media. I should say Facebook, Twitter, and Instagram, and then Hoyo Lab actually. But since the Twitter changed to X, what I gotta say? X? Why did it say X? I don't understand. But I said it in a simple way. It's still Twitter. But X still the Twitter, actually. Hey, be sure to specialize. Subscribe if you're new. Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and then Hoyo Lab. Link in the description box below. Oh, yeah. If you don't know, X app is on the mobile phone. And I noticed it already. It's identical. Well, actually, it's based on Twitter. Actually, and see you guys soon. Awesome, Michael, and goodbye. And let me know a comment section below which character one is he more. Otherwise, people are thinking I could make it another video as well. See you later. Bye, Michael, and goodbye.